ハムファン集合。ナイス。ジャスティスの3本すごい。すげえ。実況スレ使うぞ。声出たわ。すげえはようやったぜ。速報テレビの前の Y、ガチで泣く涙でスマホ見えんや。こいつの評価。知るな。シーズン序盤は捉えられてるけど外野の正面みたいな感じ多かったのに初セーブ上げてからは別人。神川バター、レギュラー掴む選手ってミスしても取り返す活躍できるんだよな。怪我人だらけでようやっとる。マルティネスジャスティス神川バターかな。松井ひろき先発やってたんやな。違う松井だったわなんて出さなかったんやろ。下位打線に回る感じだったから温存したかったんだと。勝ったのが信じられないわ。日ハムも変わったな。マルティネス下げてたから万波の出塁で介入よ。シミバントで迷うことなかった。ゴールデンウィーク最終日のホーム戦は絶対勝たなきゃあかん試合でちゃんと決めたのが偉い。福田さん見たくないと言ってすみません。神川端さんその打率なら中島でいいとか言ってすみません。ワイ福田、神川端、手越しでさよならは無理やろ。神川端とか神の手のひらで踊らされるハムファン。ご視聴ありがとうございました。